先ほど無事に安田と対面できました。ここに来るまで本当にたくさんの皆さんに心配かけ、ご迷惑をかけ、本当に本当に小さな家族としてこの場を借りて改めてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。そして本当にここに来るまでいろいろなご協力いただきましてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。安田本人から皆さんへの言葉をお伝えします。大変なお騒がせとご心配をおかけしました。おかげさまで無事帰国することができました。ありがとうございます。可能な限りの説明をする責任があると思っています。折を見て対応させていただきますので、今日のところはご理解ください。このメッセージを吉田から預かってきました。安田にはいろいろな会話をしてきました。で、両親の再会をさせていただいて、でやはり安田が一番両親と交わしていた会話なんですけど、両親が年なので監禁中に何かあって会えなくなるかもしれないと、そこはよく心配していて、とにかく今でも生きてるんだろうかと常に心配をしていたと言ってました。そして、母が作ってきたおにぎりと元気なごぼうなどですね、嬉しそうに食べてますね。かなり体力が落ちているようです。かなり痩せてました。で、これからはメディカルチェックを受けさせる予定です。美羽さん、今日最初に会って交わした言葉と、それから安田さんが最初に言った言葉ってのは何ですか？もう廊下から廊下に見えた瞬間、息をつけ、もう抱きついたりして、お帰りなさいって。本人は照れてました。では純平さんが奥様にかけられた最初の言葉っていうのは何だったかって聞いてみます。ただいま。最後に一つ、今奥様が純平さんに一番してあげたいことは何でしょうか？やはりあったかいお風呂に入ってもらって、でお布団で寝てほしいですね。